パピオンのリングに来ています。いやもう大変だった、朝からマジですごい汗かいてる。昨日インターネット上でクラフトの入場券買ったんですけども、今日のつまり今日最終日の入場券を昨日買ったんですね。そしたらね、急に僕のメールアドレスがマイクロソフトによってロックされてしまって、イギリスに来てからね、なんかいくつか服を買ったんですよ。靴ちょっとね、この靴、この靴を買ったわけですよ。それとかジャケットも買ったんですね。バブアーのジャケット買いました。イギリスだから、バブアーはイギリスブランドだから安いから、日本の半額ぐらいで買いますよ。だからバブアーのジャケット買ったんですよ。ホテルのすぐ近くにそのモールがあるからすげえおしっこしてるそれでまあ買ったわけですよ。それと何を買ったかな、そんなたくさん、靴とそのジャケットと あとパンツを買いましたね。なんかもうね、毎年ね、オーストラリアでね、オーストラリアのアウトレットのショップでいつも買ってたんですよ、パンツを。だけどほら、コロナウイルスで行けなくなったでしょ、オーストラリアに。それでもう3年ぐらい前に買ったやつをずっと履いてたんですね。で、僕は同じ服ばっか着るから、だからもうなんかすごい傷んでたんですよ。だって同じ服ばっか着るんですから。あのね、一つ気に入ったらね、それしか着ないんですよ。だから同じパンツばっかりずーっと履いてたもんだから、もうすごい傷んでしまって、だからもうそろそろ買わなきゃいけないなと思ってて、まあ買ったわけですよ。そんなしょっちゅう服って買わないから、まあとにかく買ったわけですね。でそれでそのね、買うたんびにメールアドレスを登録してください、メールアドレスを登録してくださいってそのレジのところで言われるわけですよ。それでメールアドレスをしょっちゅう登録してたら、なんか急にロックされて、マイクロソフトから。多分ね、だから海外でなんかメールがじゃんじゃん送られてくるからだと思いますよ。急に突然いろんなそのブランドのショップから、この犬さっきこの人の足におしっこしてました。これ多分ね、オスのジュニアですね。オスのジュニアカテゴリーは今朝9時半です。今日は2023年3月11日最終日ですね。それでチケット買ったのにメールアドレスロックされてたから、メールが届かないわけですよ。それチケット買ったのに、そのチケットが送られてこなかったんですよ。それでいろいろ、もちろん当然のことながら昨日の夜からずっとやってたんですよ、メールが届くように。もういろいろそのチケットの会社にも連絡したりとか、もう全然営業してません、いや営業時間外ですとか言って、もうとにかくもうマイクロソフトにももちろん連絡したし、もうとにかくいろいろやったけど、もうとにかくダメなんですよ。もう土曜日の夜だったし、それで結局ね、もう会場の入り口でね、またチケット買ったんですよ今。つまり二重にお金払ってるわけですよ。バカげてますよね。
もう二度とインターネットで買うのやめようと思いましたね。もう今度から窓口で、その会場に来た入り口のところで絶対買います。でもそうやってウェストミンスターでも結局ね、そうやって会場の入り口で買おうと思って行ったら2、3年前ですよ。したらね、もうチケット売り切れましたとか言って入れなかったんですから。それでもう無理やり入りましたよ、秘密の抜け穴から。ウェストミンスターはその時は、だけどだからその時にね、ウェストミンスターのことがあったからネット上で買おうってその時思ったんですよ。そしたらこんなことになるでしょ。だからクラフトは会場で買うウェストミンスターは、ウェストミンスターはあの日本にいる時に買えるから。てかクラフトも日本にいる時から買ってればよかったんですけど、でもねそんなまだね全然始まってない。この人は足のふくらはぎの裏側にタトゥーしてる、パピヨンかな。とにかくそれでね、今また入り口でチケットを払って、あの買ってたんですけど、クレジットカードを読み込む機械があるでしょ。でもそのほらもう一個買わなきゃいけないこともちょっと不愉快だったわけですよ。それなのにそこのねおばちゃんがね、そのなんかそこのチケット売り場のおばちゃんがなんかね、なんていうの、ガチャガチャするわけですよ。なんかその機械を、読み込む機械を、だから機械が読み込めなかったわけですよ、ガチャガチャするもんだから。でちょっと不愉快になってたわけですよ。だって二重にお金払ってる上にそのおばちゃんがガチャガチャするから、そのなんか機械をガチャ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 するわけですよ。それで払えなかったんですよ。それでなんかもう不愉快だったわけですよ。だってお金二重に払っていて、しかもその機械をガチャガチャそのおばちゃんがするもんだから、きちんと読み込めないわけですよ、機械が僕のカードを。それなのにそのババアはババアって言ったんだ、そのクソババアはマジで、何なんか僕に対して怒り始めて、急に Excuse me って言って、何やクソババアって言おうと思ったんですけど、まあそんなことは言いませんよね。黙ってたらなんかすげえ怒ってて、だから僕はあんまりほら何も喋らなかったからなんだと思うんですけど、でもそいつがね機械をガチャガチャするもんだから頭きて、なんか昨日からのずっと、もう昨日が何時間、6時間以上ずっとそのことにつきっきりで、ずっと、しかもホテルの部屋の中にはねパソコンデスクがないから、ベッドの上にパソコンを置いてずっとやってたわけですよ。もうとにかくもうね、さまざまな不都合のことが起きて、結局ねチケット4000円ぐらいかかりますからね、4000円無駄になりました。つまり8000円払ってるわけですよ。僕は8000円払って僕はこの会場に今入場して、そしてチケット売りのクソババアがなんかギャーギャー怒り始めて、なぜ怒ってるのかわからない理由で怒り始めて、だいたい海外の人間というのはね、お店の店員の方がねなんかね客よりも上みたいな顔してるから、いつもそれで不愉快なんですよね。客は金を払った上になんかね気使わなきゃいけないんですよ、店の店員に。最近ねとにかくね、もうだから海外との取引をもう無数に僕はやってるわけですから、もうとにかくねもう不愉快なことが次から次へと起きるわけですよ。もうバカばっかりなんだから、本当に犬のブリだなんてこういうことを言うとすっごいまた怒られますよね。我慢しなきゃいけないことが世の中にはたくさんあります。もちろん全ての人がそうではありません。ただ愚かな人がたくさんいる、日本人にも白人にも。もう本当に犬のブリーダーには、あのね、それであんまりそういうふうに汚く罵ってはいけませんすいません皆さん、
お聞き苦しい時間をちょっと皆さんに提供してしまいました。もうねいやね、もうね、最近ね、クロアチアとかね、セルビアとかね、あの旧ユーゴスラビアですよ、旧ユーゴスラビアの国のね、犬たちがね、もうなんでもない犬なのに600万とかねめちゃくちゃな金額を提示されるんですよ。なぜか分かりません。セルビアとか、あとクロアチア、旧ユーゴスラビアですね。それでね、もうその話もずっと、だからそういう話も全てずっと同時進行でやってますからね。そしてね、犬をね、500万でね、ある犬種をね、売りつけられて、で日本人の人がね、それをどうしても欲しいって言って、それで買ったんですよ。そしたらね、その500万で犬を売ってるくせにですよ、ノンタイトルの犬ですよ、1歳のノンタイトルを500万で売ったんですよ。でそれを買うって言われたもんだから、って言って僕はもう言ったんですけど、そしたらね、ただでさえ500万で売ってるのに、ボーディング料を1ヶ月3000ユーロって言ったんですから、45万円ですよ、1ヶ月、ボーディング料が。それ7ヶ月で310万ですよ。つまり500万円で犬を売ってるのに、プラス310万円って言われたんですから。ふざけんじゃねえって言って、もうそれで大騒ぎして、もうだから僕のね、ルーマニアの友達のプロのハンドラーがいるから、そのハンドラーに言って迎えに行ってもらったんですよ、犬をクロアチアに。でそういうほらちょっと狂ったようなヤクザみたいなブリーダーだから、ちょっと危ないって言って、ちょっと頭が良くて、ちょっとカリスマ性のあるような、でちょっと強い、そのクロアチア人、じゃあクロアチア人、ルーマニア人に誰か頼んでくれって言って、またそういう人間に頼んで、昨日ですよ、昨日の夜だから、そのチケットのことをごちゃごちゃやりながら、そのルーマニアのプロのハンドラーに、だからその男性に頼んで、別のルーマニア人に頼んで、犬をねクロアチアに迎えに行ったんですよ。それも同時進行でやってますからね。それプラススウェーデンに、夏ね、7月にスウェーデンに行くんですけど、僕はそれはね、ジャパニーズスピーチと柴犬のショーがスウェーデンであるんですけど、それにね、日本人のね、ジャッジがね、3人の方が行かれます。でそれに僕はなぜか一緒になんか行かなきゃいけないというか、まあなんかガイドみたいな感じで僕行くんですよ。それでそのことも同時にやっていて、なんかそのスウェーデンの、そのスウェーデン側の代表みたいな人のからね、そのね、飛行機のチケットを僕が買ってるわけですよ、みんな全員の分の。でそのチケットをのお金を送ってくるのにちょっとね、僕の銀行口座のね、今度は銀行のね、住所が必要だとか、なんとかなんとか、もうなんかもういろんなことやってるわけですよ。それプラスまだいくつもやってますからね、同時進行に。複雑なことというか、なんかややこしいことを、まだ他の国の他のこともいっぱいやってますからね。そして今日僕はね、でそのだからもうね、で携帯電話のね、スマートフォンの Wi-Fi がね、 Wi-Fi というか、4G ですよ、データ通信ですよ、データ通信ができないわけですよ、なぜか。いつもできるのに、フレキシロームっていう、SIM カードを使ってます。世界中どこに行っても使えます。それをその SIM カードっていうのを入れると、どこの国に行ってもインターネットが使えるわけですよ。別に建物の中に、外にいても、建物の中にいなくてもですよ。それがなぜか今回だけ使えないわけですよ。だからもうそれでも非常に困ってるわけですよ。で僕はね、この会場のクラフトの会場の中でね、ちょっと待ち合わせしてる人がいるわけですよ。でその人と会わなきゃいけないのに、その人と連絡が取れないわけですよ、インターネットが使えないから。でね、この NEC っていうこのクラフトの会場はね、会場の Wi-Fi っていうのがあるんですけど、それもなぜか使えないんですよ。もうさまざまなことがずっと同時進行で起きてますからね。そして今日の朝会場に出発するときに、オーストラリア人の女性から連絡があって、パピオンの、まあ、有名な人ですよ、ジェーンっていう女性から連絡があって、ね、カタログ送ってとか言ってこの
このカタログ、このカタログ、このカタログですよ。このカタログ、このバビロンのこの カタログをなんか歌ってるこの人なんか歌ってるこの人。それでこのカタログをね、なんか送ってほしいとか言ってああいい、なんかちょっとほら、でもなんか頼みにくいんじゃないですか、そんなこと。だからちょっとほら、なんかなんていうの、ちょっと遠回しにお願いしてるわけですよ。だから何言ってんのか分かんなかったんですよ最初。何どうしたいのみたいな感じで、したらカタログが欲しいっていうことだったから、なんでそんな奥ゆかしい言い方すんの、もう直接カタログ送ってって言ってくれみたいな。それで、あ、分かった分かったとか言って、それ出発前にそれやってたんですよ。そしたらね、今度はね、出発してね、駅に行ったらね、駅まで200メートルぐらいで到着しますよ、ホテルからすぐ近く、ホテルの。それで行ったらね、いつもね、バーミングインターナショナル、インターナショナルエアポートっていうその駅ですよ。バーミンガムインターナショナルって書いてあるんですけど、電光掲示板に。それが今日なかったんですよ。それで、今日だけ空港に行く電車がないと思って、もう今度また大行列に並んで駅の受付っていうか、その事務所に行って、でも朝からだから大行列ですよ。その行列に並んで、やっと自分の番が回ってきて、毎日バーミングインターナショナルに行く電車があったのに今日ないよって言ったら、あ、それはロンドンヒースロー行きに乗れば行けますとか言って、5分後に出発しますって言うもんだから、もうダッシュで今度はもう駅のホームまで行って、そんなことが全部、これ全部同時に起きてますからね。そして今話したのはまだ半分にも満たないですよ。もうその2倍か3倍ぐらいのことをやってるんですよ、同時に。どうですか皆さん、僕しかできないでしょ。あ、なんか言ってる。あー、もう疲れたマジで、朝から。あ、なんだちょっと待って、なんか言ってる。Excuse me, which category is this? Junior. Thank you. やっぱりジュニアクラス。はい、ジュニアクラスだそうです。これはジュニアクラスですね。ジュニアのメールですね。だからこれです。ピヨンはね、本当にもう女性の犬ですね、これはね。よし、それでだから朝からちょっともうバタバタしてたし、なんか不愉快な出来事も起きるし、不愉快な出来事が20、30に起きましたからね。だからちょっとね、なんていうの、汗ばんでたわけですよ。ちょっと汗ばんだとか言ってたのはそのせいです。もちろん白人の
方々の中にも当然いい方はたくさんいらっしゃるんですが、犬のブリーダーにはね、なんかもう人間の出来損ないみたいな人がもう無数にいますね。本当に善悪の基準がもう狂ってる人たちが無数にいます。もう目先の金だけをとにかく追いかける人たちが無数にいます。そのために自分に都合のいい解釈をして、自分に身勝手なことを言いますね。自分に身勝手な、とても身勝手なことを言うことがたくさんありますね。ただ単に自分に有利になるようなことをおっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。それは日本にもたくさんいらっしゃいます。でも本人は気づいてないんですよね。その全体を見る頭の能力がないから、自分の方からしか見れない、からしか考えられないから、自分の方から、相手の方から、第三者からって、あるいはまた別の方からって考えられない。同時にパッて、それはもう脳の働きが悪いからですよね。どうしてもだからもうしょうがないなっていつも思いますけどね。脳の働きが悪いんだなと思ってもう諦めてますけどね。だって言ってもわからないから、絶対だから、わからない人と話してるのはもう動物と話してるのと同じだから、理解できないんですから。だからもうしょうがないですよ、わからないんだから。いてわざとやっているのもちょっと困りますけど、わからないっていう人もたくさんいますからね。その何が正しくて何が間違ってるのかわかんないっていう人もたくさんいますよ。分かっててやってる人もいますね。なんか犯罪者とかには分かってやってる人たちたくさんいますね。これは悪いことだって分かっててやってる人たちもたくさんいます。でもわからないで、うわー、ファーレンだ、見て、ほらファーレンだ、あれファーレンって言ったっけ、あれファーレンですよね、あれね、ファーレンって言うんでしたっけ、ファーレンですよね、間違ってたすいません。ちょっとピンボケする。もう疲れるわ、本当に。痺れてきた。だからとにかくそういうことをね、いっぱいたくさんね、同時進行でずっとやってるんですよ。だからそれは日本にいる時も当然ですよ、ずっと全部同時進行でやってますからね。だから同時にずっと、もうなんか10個も20個もなんかいろんなことをずっと同時進行でやってるわけですよ。僕しかできないでしょ、これ。これ。イヤリングドッグ。
イヤリングドッグは、2歳までの犬たちです。僕しかできないでしょこれ。昨日だからその詐欺師みたいなクロアチア人から犬をルーマニアに運びましたよ。本当大変だった本当に。だってほら違う犬を送ることだって考えられるじゃないですか。金だけ500万も取っといて。ファーレンが出てる。同じことをもう一回言っています。ファーレンって言うんだっけ。ファーレンでしたよね。なんか間違ってたらすいません。全然違うこと言ってたら。ファーレンでしたよね。手がしびれてきた。今左手に持ち替えました。ああ疲れた本当に。だから違う犬をほら送るかもしれないじゃないですか。ちょっと待って、これピント合ってんのかな。ちょっと待ってくださいね。すいません皆さん。もういい。話に夢中で。本当に疲れた。この犬は18なんだっけ。あ、ちょっとそっち側が18338、その男性が18338です。この女性は分かんない。あのキャサリンの犬出てんのかな。あのベルギー人のあのほらクラフトで一回ベストインショーになった犬いるでしょ。あのブリーダーの名前キャサリンですよね。ちょこっとなんかで話したことあるけど。ちょっとペキニーズとフレンチブルドッグとあとイングリッシュブルドッグのリング行かなきゃいけないんですけどね。ああもうそれですごいね焦って大変だったんですよ。この向こう側の犬いいんじゃないですか。この向こう側の犬ほらね、これいいじゃん。何番なんだろう。はあ、分かんないな。ちょっと待って見えない。ちょっとスカートで見えない。ちょっと、ちょっと気持ちを切り替えてやらないと。やっぱりね、本当気持ちを切り替えてやらないとダメなんですよね。いつもずっと不愉快な気持ちを引きずってしまうとこれもうダメなんですよね。あれ、ちょっとピントが合わないの。
さまざまな問題が、犬の輸入というのは常につきものですね。常に、もう本当に。あ、この動画しかご覧になっていらっしゃらない方は分からないかもしれませんが、僕は犬の輸入を仕事で行っています。海外から日本に犬の輸入をやっています。まあ、ほぼだからいい犬ですよ。その読書できちんと評価されるような犬です。その何でもかんでもただなんか動物実験の犬とかを輸入してるとかそういうことじゃないです。全然。あとペットの犬をなんか輸入してるとかではありません。ドッグショーで評価される犬を輸入しています。それで今ね、そのウクライナの戦争で、あ、ファーレンだ、ファーレンだっけウクライナの戦争で石油価格が上昇して、輸送費がすごい高くなってます。だから輸送費だけで、まあ、どれくらい25万円ぐらい、この小さいパピオンぐらいの犬でも25万ぐらいかかったりしますよ。だからまあ場所によって30万ぐらいかかったりします。輸送費だけですよ。輸送費だけでそれぐらいかかりますあのね、そのなんだっけ、なんか犬の輸入のことをご存じない方は、ご存じない方はなんかね、なんか宅急便みたいな感じで1万円とか1万5000円ぐらいで海外から犬を輸送できると思ってらっしゃる方いらっしゃるんですけど、全然そんなことありえないですからね。2、30万かかりますよ。パピオンクラスであっても大型犬だともっと50万とか60万とか70万とかかかりますよ。大型犬ってすごい大型犬ね。だからもう何、アイリッシュルハンドとかゴールデンレトリバークラスでどれくらいかな。30万から40万とかぐらい。もうね、それは地域によって違うんですよね。東ヨーロッパだともうちょっと安いですけどね。それとね、時期によっても違います。夏と冬では違うし、まただから結局今みたいにオイルが高い時はまた高いし、さまざまな条件で違うんですね。航空会社によっても違うから、だから航空会社によっても違うし、シーズンによっても違うし、石油価格によっても違う。ですから、いや今また手がしびれて今ですから、輸送費はさまざまな条件で常に違います。同じ金額の時ってほとんどないですよ。微妙に違う。同じ国の同じ都市から同じ場所から輸入するにしても毎回毎回金額でちょっと違うんですね。全く同じ金額ってないですよ。微妙に違います。まあ、近い金額ってことはありますけどね。近い金額ってことはあるけど、なんか違うんですよ。全く同じ犬種を全く同じ国の全く同じ都市から輸入してんのに、で同じ12月に輸入してんのに、去年と違うじゃんとかね、いうこともあるわけですよ。だから輸送費に関してはもう毎回違うから何とも言えないんですが、ただ1万円とか2万円ぐらいではもう全然輸入できません。昨日もね、だからその問い合わせがあって、だから新しい問い合わせっていうのもずっと日々ありますからね。だからその返事とかももちろん、それは世界中どこにいても僕は返事書いてますから。で大体ね、
10件問い合わせがあって1件ぐらいしか実際に輸入される方っていらっしゃらないですよ。だからなんていうの、その稲の輸入って150万とか200万円ぐらいかかりますよ。まあ僕はそれくらいでしかもうやってないですね。安い金額でもうやれない。つまりなんでかというとこういうことが起きるからですよ。いろんなことが起きて、いろんなことが起きるんですよ。でいろんなことが起きて、いろんなお金がね出ていくんですよ。だからなんかすごい安い金額で以前昔やってたんですけど、もうそういう風にしたらね、僕はずっと4畳半の部屋に住んで、食べるものは卵焼きと卵焼きと豆腐しか食べてなかったんですが、本当に嘘じゃなくて本当に毎日卵焼きと豆腐しか食べてなかったんですよ、安い金額で輸入してた時。だからもういろんなことが起きて、どんどんお金出ていくし、僕は卵焼きしか毎日食べれないわけですから、卵焼きと冷ややっこだけ毎日。だからちょっともうこれはいかんって言って少し金額を上げました。でもそれでしかもうやらない、絶対に。自分でねやってみたら分かりますよ。あのね、英語さえ話せればね犬を輸入できると思っていらっしゃる方いらっしゃるんですけど、絶対無理だから。そんなの無理っていうのはね、あのできる時もありますよ、できる時もあるんだけど、いろんなことが起きるんですよ、とにかく。それと自分の犬種だったらね、まあ比較的問題は起きにくい。例えばパピヨンを好きな人がパピヨンを輸入するんだったらやりやすい。だけどパピヨン好きな人がアイリッシュルーハウンド輸入したりとか、パピヨン好きな人が例えばロットワイラー輸入したりとかするのが難しいんですよ。そんな簡単じゃないから、英語さえ話せればできるなんてことじゃないから。全然比較的簡単、比較的ですよ。パピヨン好きな人がパピヨン輸入するのは比較的簡単。比較的っていうのは全然違う犬種よりは簡単ということです。問題が起きにくいということです。起きにくいんだけど起きます。いろんなさまざまな問題が起きる。銀行送金ができなくなったりとかね、今回みたいにほらウクライナの戦争が始まったでしょ。そしたらロシアから犬を飼おうとしてた人たちは急にパッて送金ができなくなって、もうね子犬で飼おうとしてた人たちがね、もう3歳ぐらいになろうとしている犬がいるんですよ。もう2歳になってるとかね。あとね、そのメスをね交配させて日本に送るつもりだったのにもう全然できない。お金を送金することさえできなくて、ただずっとロシアにいてもう2歳過ぎてますとかね、そういう犬がいるんですから。実際に1頭や2頭や3頭や5頭や10頭や100頭ぐらいじゃないですよ、もっとたくさんいますから、全国に。つまりそのロシアとウクライナの戦争、たったそれだけの一つのことだけをとってもそういうことが起きるわけですよ。毎日毎日世界というのは狂ったことが毎日起きるんですから。本当に一昨日だったかな、アメリカの銀行が経営破綻しましたよ。あれで株価がもうまた暴落しますよね。そういうことが起きる、いつ起きるか分かんないですよ。僕もだいぶ今株を買ってますけど、また暴落しますね。だからアメリカ株買ってます。っていうか僕はアメリカの株しか買わないですから、大暴落ですよ。つまりそういうことが日々起きる。いろんなことが起きます。でいろんなことが起きて、それぞれの人間がいろんなことを言い始めますよ。個人と個人の取引なんですから。ずっとショーと無関係のことずっと喋ってますよね。まあ犬のクオリティやそのこのジャッジに関しては皆さんがご自分で判断してください。
ですから、あの犬をねご自分で輸入される方はね、注意してやらないと本当さまざまなね問題がね次から次へと来ますよ。もう変な犬が送ってきたりとかね。なんていうかね、もうこういう問題がね次から次へと起きるから本当に起きるんですよ。もう次から次へとですよ。全然止まらないんですよ。一年中起きますからね。一年中もう本当に毎月毎月必ずこういうことが起きるんですよ。次から次へと本当に なんていうんだろう、このずーっと天中殺、なんかもうずーっと20年ぐらい天中殺っていう感じなんですよね。本当にそれが犬の輸入です。海外との犬の取引っていうのはもう、まあ、日本国内でも起きやすいんですけどね。そしてこの目の前の男性ずっと咳をしてますよね。立ってこっちを見ながら咳をすんじゃねえ。僕だけがマスクしてますからね。ここ会場誰もマスクしてないです。僕だけマスクしてますからね。咳をすんじゃねえお前。咳をするんだったらマスクしろ。女性の犬あれですよね。この犬がいいと思うけどな。これが何番なんだろう。この人18445 445ですよね。ちょっと目が悪いからわかんない。ちょっと待って、今カタログを見ようとしてるんですが、ちょっと待って、だいたい何の因果でこんなパピオンばっかり取らなきゃいけなくなったんだろうか。別にパピオンが嫌いなわけじゃないんですけど、他にね取らなきゃいけない犬いっぱいいるんですよ。それなのになぜか毎年パピオンばっかり取るんですよ。ちょっとオープンクラスが終わったら行きます。他のリングにオープンクラスまで取ります。だからオスのオープンクラスね。参ったな。あ、やっぱ選ばれたな。あ、手がしびれた。てかどの犬が一番、やっぱりあの犬が一番だった。ほら、あ、まだ決まってないんだ。失礼しました。
ちのこのね、これこの動画クールドックスの動画、あの YouTube チャンネルの動画出すんですけど、こっちはねもうねほぼ海外の人しか見てないんですよ。ただね最近ちょっと日本の方も少しね少し増えたから、ちょっと発言に僕は注意しながら話してるんですけど、それでもなんかちょっとね乱暴な言葉を使ったりとかしてしまいますよね。すいません皆さん、なんか自宅でテレビ見てる感覚で喋ってしまう時があります。どの犬がいいだろう、どの犬が勝つかな。ちょっと待って、どれがいいか、ちょっと待って、分かんないですね。ウプス、ちょっと待って、どの犬がいいかな。僕は一番前の犬がいいと思いますけどね。ちょっと分かんないんですよね、前から2番目の犬はもうお尻しか見えないから分かんないし、ちょっと待ってくださいね、どうかな。うわっ、あの咳ばっかするやつが取った。あの犬2番でしたね。あいつ咳ばっかりするから犬を見てなかった。これ2番でしたね。飛び上がって喜んでる。まあ喜びますよね。クラフトでこれね、クラスで1番になるってすごいことですよ。クラスで1番でも全然すごい、本当にそう思いますね。そういえばこの間、中部インターだったっけ、静岡でやったんですけど、1週間ぐらい前かな、だっけ1週間ぐらい前でしたっけ、行ったんですよ。そしたらブラッセがすっげえ個人的なこと言ってますけど、ブラッセっていうね犬をねスウェーデンから連れてきたんですよ。その犬がね、もうあの時だってそんなに大変じゃなかったな、あの犬はそこまで大変じゃなかったけど、連れてくるのは大変だったけど、連れてくるのはまあその僕がその手荷物で連れてきたから、その連れてくるのはちょっと大変だったけど、輸入自体はそんなに別になんか変なことトラブルが起きたりとかそういうことはありませんでした。だからそれは別にその輸入に関しては別に問題なかったんですが、その犬がねあの時ね覚えてますよ、僕誕生日7月13日が僕誕生日なんですけど、誕生日の時にね、誕生日の夜にね、うっす、危ない、落ちる、これ今これが落ちそうだった。このパンツも買いました、靴も買った、ジャケットも買った、全部買った、新しいやつ着てます。あのなんだっけ、なんだっけ白夜で、スウェーデンのねストックホルムで白夜で、もうとにかく一日中明るい、一日中が一晩中明るいわけですよ。でもう何、誕生日でその時なんか俺白夜の誕生日だって思いながら、夜中の3時ぐらいに、だから7月12日から13日になる夜ですよ、その時に白夜で、ちょっと待って、
白夜のスウェーデンでストックホルム そのホテルの中で夜中の3時ぐらいに明るい空を見ながらその犬と一緒にね いたのを覚えてますよ、明確に。俺誕生日にこの犬と2人で過ごしてるんだみたいな。そうそう、でそのね、ブラッセがね、ブラッセっていう犬なんですよ、スウェーデンから、まあ、連れてきたわけですよ。その犬がね、だからその、今から今日はだから2023年3月11日ですよ。今から1週間ぐらい前のだから静岡であった中部インターの時にたまたまね、僕はね、会場をね、うろうろ歩いてたら、あれ?と思ったらね、ブラッセがいたんですよ。多分ブラッセ、あれ?ブラッセなんじゃないんだろうかと思って見たらね、なんか全然知らない人のテントにいて、全然知らない若い男性がなんか、グルーミングしてたから、あれ?と思ったら、ジャッジの時全然違う人が弾いてましたね。でも勝てなかった。その時ジャッジ見てたけど、もう雨がひどくて、もうね、雨がもうなんていうか、もうあれダメですよね、あんな雨が強いのにちょっと外でやるのは。ちょっとでもね、難しいですよね、室内というか屋内の会場を借りるって多分ものすごく高いと思うんですよ、費用が。だからね、なんかいい方法ないかなっていつも思うんですけど、あれパピオンみたいなこうグルーミングが大事な犬ってちょっともったいないですよね、あんな土砂降りの中でジャージあるの。本当あの時はもうなんか、そしてあのジャッジのがなんかもうわかんない、なんていうかな、何あれ、インターなわけだから多分海外のジャッジなんですけど、なんか日本人の近所のおっちゃんよりもなんかひどいような、なんかなんていうかな、そう、まあ本当にジャッジなのあなたみたいなジャッジがやってたんですよ。どっかそこら辺でなんか車にはねられたおっちゃんかなんか連れてきたんじゃないかなと思いました。行き倒れてた人を連れてきてジャッジやらせてんじゃないだろうかと思いましたね、あれ。
そんなおっちゃんでした。でもね、あのね最近ねよく思うんですけど、あのね負けるとね、自分の犬が負けると、あ、インチキが行われている。あれはジャッジとハンドラーが仲がいいからだとか、ジャッジとその犬のオーナーが仲がいいからだとか、あ、この犬が絶対いいわ、この犬がいいわ。とか言うんですけど、あ、ズルが行われている、ズルしてるみたいなね、インチキが行われてるとかね、八百長が行われてるとか言ってね、言うんですけど、この犬がいいんじゃないかな。ちょっと待ってよ、なんかちょっと待って、尻尾の方がなんかおかしいかな。ちょっと待って、尻尾がなんかおかしいな、こっち側の。なんかもうちょっと長くて、あ、ちょっと待ってね。あ、こっち側、難しいな、難しい。あ、っていうかあの犬じゃないもんな、違う犬を見てた今。この犬、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 すいません、失礼しました、こっちだ。なんか違うと思ったら今こっちの犬だった、この犬間違えた、こっちだ。なんかさっきと違うと思ったら違う犬ですね。違いますよね。それで何の話してたんだっけ。あ、そうそう、負けるとね、あ、インチキが行われてる、ズルだ、あいつら、あいつらグルになって八百長が行われてるって言うんですけど、自分の犬がね勝つとね、やっぱ違う、あのジャッジは、あのジャッジは分かってるとか言ってね、あのジャッジはさすが犬のことが分かってるとか言ってね、なんか右隣になんか別の女性が座ったらすごい狭くなった。ものすげえでかい女性が、でかい、そこまででかくないけど、すげえ狭くなった。取りにくい。今3人姉妹が、今3人姉妹が隣に座っています。すげえ狭い。そうだから勝つとね、やっぱりあのジャッジは違う、あのジャッジは分かってるとか言ってね言うんですよ。あのジャッジはやっぱりさすがだねとか言ってね、あのジャッジは公平に審査をする、公平に審査をするプラス、この犬種のことが、まあパピオンのこと言ってるわけじゃありませんよ、この犬種のことがすっごいよく分かってるとか言ってね言うんですけど、負けるとね、インチキが行われた、ズルだとかね、陰謀論を唱え始めるんですよ。トランプが負けたのはバイデンの、バイデンがあの選挙の、選挙を操作したからだとか言ってね、あとなんかあのコロナウイルスのワクチンは人類を少なく、いや、そのワクチンを打つことでみんなを殺してしまって人類の数を減らそうとしてるとかね、なんでそんなことしなきゃいけないの。すげえ狭くなった。なんでそんな、なんでそんなことしなきゃいけないのかわからないような陰謀論を唱え始める。人類の数を減らそうとしてるとか言って、それと同じ、負けるとあいつらグルになってる、インチキが行われてるとか言ってね、
言うんですよ。だからこのね、競技はね、そういうインチキが行われてるとか思って見たら面白くないから、公正な審査が行われてると思って見ないとダメですよ。まあ、ただこの間のチューブインターのジャッジのおっちゃんは、あれ何人か分かりませんが、あれは多分近所で車にひかれたおっちゃんを連れてきたのがジャッジです。あ、この犬がいいわ。ほら、この犬がいいんじゃないかな。難しい。あの時ほら雨が降ってたから車がスリップして跳ねられたんですよ、あのおっちゃんは。その跳ねられたおっちゃんを連れてきてジャッジをやらせてました。だからほらちゃんと車に跳ねられてるから痛いから、なんかね、早くやめて帰りたかったんですよ。あれ、ファーレンがやろう。あ、ファーレン、フィフスって言った。5番目だった。そうなんだ。てか、ファーレンが1番だった。ちょっと目が見えない。ファーレンですよね、あれ。ちょっと目が見えない。違ったらすいません。なんか違うこと言ったらすいません。目が全然見えない。最近もうね、おじいさんだから、もうそれは許してください。見えないんだからしょうがない。次から次へと始まるわ。ちょっと一旦止めていいですか。またファーレンが出てきた。なんでこんなにファーレンがいっぱいいるんだろうか。なんかファーレンが人気なのかな最近。ちょっと一回止めていいですか。ちょっと手がしびれてきた。ちょっとすいません、ちょっと一回止めますね。もう次の犬たちがまた出てきたからね。ちょっと待って、ちょっと一回止める。Okay.
それでパピオンを輸入したからパピオンを取るようになって、あのね、なんていうかな、その犬を輸入するときってやっぱりね、そうだって犬種ってすごい数いるじゃん、何百っていう数がいいんじゃないですか。そのね、犬たちをね全部知っててね、その今例えばね、この犬種は世界のどこの犬舎の犬がいいとかね、どこのブリーダーがいいとかね、どこの犬舎のなんていう犬がいいとかね、そんなのね全部知ってるわけないじゃないですか。そんなのだから依頼を受けてからやっぱりね調べるわけですよ。でその犬の歴史とかね、あの全部調べますよ、もちろん当然。でそのそれぞれの犬種を勉強するわけですよ。でそして結局その大きな賞でね、ヨーロピアンドッグ賞、ワールドオブショー、そしてウェストミンスターとこのクラフツですよ。でその犬種をずっと撮影して、あとその犬種をずっと見るわけですよ。そうしてどういう犬がいい犬なのかっていうのをねずっと見てるとね分かってくるわけですよ、どん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 ね。でそしてほら、まあ皆さんもそうだと思いますが、好みって分かれてくるんじゃないですか。で僕自身もだから例えばパピオンの好みがあって、なんていうかな、そのこういう犬が好きだなとかね、そういうのができてくるわけですよ、ずっと見てると。でそうならないとやっぱね、あのほら分かんないんですよ、輸入するときにどの犬がいいのかとかね。だからその勉強するためにそのずっと撮影するわけですよ、同じ犬を、同じ犬はというか今輸入しようとしてる犬を。それで撮影し始めたら、なんかいろんな国にお友達ができてしまって、パピオンのブリーダーとかパピオン好きの人たちの世界各地のお友達ができてしまって、なんか他の犬ちょっと取らなきゃいけない、入国今日だって他の犬取りに行かなきゃいけない、ペキニーズも取りに行かなきゃいけないし、フレンチブルドッグも取りに行かなきゃいけないのに、なんかもうずっとパピオンばっか取ってるんですよね最近なんかだから何の話をしました、今知らんがなの話を今しました、すいません、今僕は知らんがなの話をしました。だから何聞いてる人にとってはだから何の話を今させていただきました。なんでこんなにたくさんファーレンが出てるんだろうか。
it's like a little bit like this. がないような気がするこの人。別にやる気がないわけじゃないんだ。その右側にそのまあ。美しい3人の女性のブロンドの美しい3人の女性が座ってるから、さっきなんかあそこの審査員席のあの男性が話しかけてきて、何あなたたちファンクラブなのみたいな言ってきました。良くないような、なんか無理やりグルーミングしてコートをなんとかしてきたけど、普段ちょっと汚いような気がする。っていうか全体的にこのクラスあんまり良くないような気がする。したらよかったのに、絶対買ってたわ。でだからこういう時に、あもう絶対ブラッセの方が買ってたとか言って出して、もし勝たなかったらもうあのジャッジのおばちゃんはもうなんていうか貼り付けにして海に流そうとか言い始めるんですよね。だからね、インチキが行われているとか言ってね。だからまあそういうことなんですよ。でもまあそのそれの時でジャッジが、オーマイグッネス、なんか普段汚いとか言ってた犬が一番に選ばれた。あのね、もうね、
しょうがないんですよ。ジャッジが選ぶのはその間違ってると 思うまいと、もう受け入れなきゃダメなんですよ。それはだからそこでね、もう文句言っちゃダメなんですよ。じゃあなんか間違ってると思うことありますよ。それは僕だってしょっちゅうあるんだから。あるけど、でもそれはその時のジャッジね、インチキとかじゃなくて本当にそのジャッジはそう思ったんだから、それはもうしょうがないんですよ。そこでね、ズルが行われてるとか考えると、もうね、それはもうなんていうか、それはもうドッグショー自体が面白くないですよ。そんなインチキが行われてるとかになると、じゃあここに集まってみんな何やってんのってことになりますからね。最初からそんな決まってるんだったら、もう茶番そのものになりますからね。ここで人が集まって、犬も集まって、みんなで集まって、最初から誰が勝つか決まってることをやっているとか、そんなバカバカしい話ないんだから。ちょっと一回止めていいですか。もう次のカテゴリーに入るからちょっと一回止めますね。リミットドッグ、リミットドッグ、なんかもうね、先月スロバキアに行ったんですけど、先月だったっけ今月だったっけ、とにかくもう毎月は必ず行くんですけど、毎月2回とか3回とか行く時があるから、海外に。だから日本と海外と往復してるわけですよ。毎月1回は絶対行けます。で2回3回行くときあるから、もうとにかくね、なんていうか、もうすっごい忙しいんですけど、あの先月スロバキアに行ったときにね、友達の家に宿泊してんのに1泊1万5000円も取られたわけですよ。もう10万近く取られたんですよ、1週間泊まったから。それでこんなやつ友達じゃねえと思ってるんですけど、なんだっけ、そのお金をね、自分の予定以上にお金が出費があったわけですよ、10万円ぐらい。だからそれとね、まあ僕のあの何、このクールドックスの方のチャンネルじゃなくて、僕の個人のチャンネルで YouTube で話してたんですけど、あのなんだっけ、あのね、はあ、また全部説明するのめんどくせえ。とにかく犬を輸入するときにはね、フォーム AC という健康証明書が必要なわけですよ。その健康証明書をね、作るときはね、その証明書の一番最後にその政府のスタンプが必要なんですよ、それぞれの国の。だからスロバキアだとスロバキア政府のスタンプが必要なんですけど、その犬をね送るね、ロシア人がね、ロシア人なんですよ、犬を送るやつが、スロバキアに住んでるロシア人、そいつがね、犬を送りたくなかったんですよ、なぜかわかんないけど。その犬をね盗みたかったんですよ。それでそういうことも起きますからね。その犬をね日本に送りたくなくて、とにかく日付をね2023年なのに2003年にしてたし、スタンプはねどっかわかんない近所のおっちゃんの駄菓子屋のスタンプかなんか押してたんですよ。なんかこれはただの住所が書いてあるスタンプですって言われました。動物研究所に送ったら、その写真をパッてすぐ証明書取って、すぐ僕は写真を送りますから、日本の動物研究所にメールで。そしたらこれはただの住所のスタンプですって言われて、そこからもうそのスロバキア人の友達に言って取りに行って、週末だったから次の週まで、だから月曜日まで待って取りに行ったわけですよ。それでそこでまた宿泊費払ったり、あとねシャンパンを買って行って、シャンパンとねチェリーブランデーが入ってるね
チョコレート買っていきましたよ。そこの、公的な動物検疫所みたいなところ、スロバキア政府の動物検疫所みたいなところに行ってました。そこにシャンパンとチョコレート買って、でそれを渡して、賄賂を渡してなんかね、予約ちゃんとしてないのに月曜日に無理やり開けてもらったんですって。だから、そういうことですわ。で持って行って賄賂を渡して公文書を作ってきたわけですよ。でそのさまざまな、とにかくもういろんなことだって、そのスロバキアに住んでるそのロシア人はその犬を送りたくなかったんですから。その娘はねプロのハンドラーで、そのロシア人はプロ、あのインターナショナルジャッジですよ、国際ジャッジ。それで犬を送りたくなくてね、その娘がねその犬を多分気に入ってたんですよ。すっごい可愛い犬だったから、もうべったりの子猫みたいにくっついてきてました、ね、だからその娘が気に入ってたんですよ。もうその娘とね読書会場で会った時にね、もうね終わったみたいな顔してましたもん。もうギロチンにかけられるわ私みたいな顔してましたもん。僕の顔見た時に挨拶もしないで、もう私死ぬみたいな、ああこの世の終わりだわみたいな顔してましたもん。僕の顔見た瞬間にそうしました。そしてもうあまりにも落ち込みすぎてもう泣きそうな顔してました。だから多分あの娘が気に入ってたんですよ、あの犬を。それでもう日本に送らないでとか言って、もう自分のものにしようとしてたんですよ。で輸送費も2400ユーロ送ってたのに、その犬を買う人はだから40万近く送ってたんですよ。それなのに、そのお金はね、で半年間も犬を自分で送らなかったくせに飼育料ですとか言ってね、お金も2400ユーロパクって、そしてさらに犬も送らないようにしてたんですよ。もう本当にもうマジで何、なんか朝青龍に上半身裸にして、朝青龍に背中にバシンってなんかやってもらって、手の肩をなんかでかいモミジみたいな感じで背中に赤くさせたいですよね、なんかね。それでね、だからね妨害されてたんですよ。その妨害されてたのを連れてきたんですから、いろいろお金がかかってね、そのスロバキア人の友達毎日食事もうどんどんね、レストランのレベルが上がってて、最終的に1回食事したら 4,5 万円ぐらい払ってたんですから、僕はもうとにかくね。それで先月お金使いすぎたから、予算よりも、だから今月はお金使えないから、今僕はイギリスにいますけど、今クラフト会場にいるわけですから、バーミンガムですよ。安いホテルで、部屋の中にはねベッドしかないんですよ。部屋に入ったらもうベッドしかないんですよ。パソコンデスクもないんですよ。だからもうね、ベッドの上にねパソコン置いてね、あぐらかいてパソコンやってるんですけど、もう足がしびれてね、もうおじいさんだから体硬いんですから、僕は昔から体硬いんですよ。だから昔から体が硬い上におじいさんになってしまってるから、僕は55歳です。独身カニ座、一回も結婚したことありません。20年間彼女いない。誰か結婚してくれさっさと、本当にマジで早く誰か結婚してほしいわ。ちょっともう誰でもいいから結婚してくんないかな、本当。それで僕がね、だからね、ヨーロッパかアメリカに住んで犬を飼わないと、こういうことが次から次へと起きるわけですよ。だから僕がヨーロッパに住みますから、多分どっかヨーロッパにですよ、ヨーロッパがいいと思う、あるいはアメリカだったらもうニューヨークか、ロサンゼルスかシカゴか、とにかく直行便があるところ、 ANA の直行便があるところに住みます。だからヨーロッパだとフランクフルトかな。もう疲れるわ本当に。だからそこで一緒に暮らして、犬を、だから犬好きじゃないとダメですよ、犬を飼育して一緒に暮らせる人、もうさっさと早く結婚してくれ誰か。55歳ですよ、55歳独身カニ座マジで。だから僕がね犬を預かって飼育した方が一番いいんですよ。日本語が通じるし、騙さないし。
遅れないし、遅れないというのはね、2回の狂犬病ワクチンと血液検査やったらすぐ日本に送りますよ。あ、だから180日間飼育したらすぐ送りますよ。もうね、ヨーロッパの人間たちなんかもうなんかもう何こいつらマジで本当になんかね、なんていうかね、脳を豆腐で作りましたみたいなね、脳みそはあの生まれた時に豆腐であの作りましたみたいな、あの絹ごし豆腐だから柔らかいのよとかね、他のどこの豆腐よりも柔らかいとか言って、そういうなんか絹ごし豆腐で脳みそを作られてるんですよ。だからものすげえなんかもうなんていうかもうね、アホっていうかなんかもうなんか地方症アル4ぐらい言ってますね。アルツハイマーじゃない、アルツハイマー、アル3からね、アル4ぐらい言ってますよ。アル4ハイマーぐらいなんですよ。だから結構もうなんていうかあのなんていうかな、もうまあまあの感じでもうなんか、あんまり自宅にもたどり着けないとか、一回外に出たら家に帰れないとかね、それぐらいのレベルなんですから、みんな犬のブリーダーたちは、その犬のブリーダーたちですよ、その一般の全体的に全ての白人がそうだとかそういうことを言ってるわけじゃないんですよ。犬のブリーダーのたちの中にはそういう人間がいる、まあ、犬のブリーダーでも全員じゃないですから、そういう人たちがいますせっていうことですよ。とにかくあのね、もうなんていうかもうマジで斧で真っ二つにしてまた合わせて縫い付けて一つにしたり、死体は本当にもうマジでこいつらもアホの極地なんですから、極地、もう極地ですよ、北極と南極の極、極地の極地にいる人たち、アホのアルフォーハイマーなんですからこいつら全員。だからね、もう、ああ忘れてたってすぐ言うわけですよ。それで血液検査4ヶ月やってないとかね、だから犬が来るのが4ヶ月遅れますよ。それだけで4ヶ月遅れるってどういうことなんだろう。だから僕があのね、ヨーロッパかアメリカで犬を飼育し預かって、僕が全部やった方がいいんですよ。そして僕がドッグショーに出しますよ。本当はプロのハンドラーの女性かなんかが僕は結婚してくれた方が一番いいんですけど、まあ、そういうわけにいかないじゃないですか、なかなか。だからもう僕がハンドラーやるしかないなと思ってるんですけど、あ、だからじゃあ結婚してくれたら練習してハンドリングの練習女性がやればいいですよ。もうそれしかないでしょ。それでだってほら、チャンピオンにしてから日本に送ってくださいとかいうことも結構あるから、だからもうドッグショーに出さなきゃいけないから、僕も練習して出せるようにしますよ。ヨーロッパはね、オーナーハンドラーばっかりなんだから、別にプロのハンドラーじゃなくても全然ヨーロッパのドッグショーはもうオーナーハンドラーだらけですよ。ほぼオーナーハンドラー、ほぼじゃないけどプロのハンドラーももちろんたくさんいますが、オーナーハンドラーがすごい多いから、でみんなオーナーハンドラーでやってるんだから、この今弾いてるこれだってオーナーハンドラーです、この人も。だから僕が弾きますよ、絶対できる、練習する。マジで誰か結婚してもらえたら本当に、なんか誰か結婚してくんないかな、本当。なんかもうこれが難しいんですよね、お互いに好きにならなきゃいけないから。そう、ほらこのね、まあ、こんなの僕がいちいち言わなくても皆さんの方がよく分かってらっしゃると思いますが、そのほら男女の恋愛ってこの片方が好きになることって結構あるんですけど、お互いに好きになるってもうそれ奇跡じゃないですか。だって、ね、それが難しいんですよね。どっちか片方が好きになることって結構あるんですよ。でも両方がお互いに好きになるってそれもう奇跡でしょ、奇跡ね、で犬の話全然してないし、ジャッジの話なんか全くしてない。まあどうせ日本人の人はあんまり見てないと思ってるから、まあいいかなと思って話してますが、
さっさと俺と誰か結婚しろ早く。マジでもうムカつくわ。20年間彼女もいないんですよ。そんなことありますか。しかもね、この間だから1月に僕はフィリピンに行きましたけど、フィリピンの独唱に行きましたよ。1月に今3月、1月そうそう1月に行きました。1月はだからフィリピンとアメリカにも行きました。フロリダにも行きました。しょっちゅう海外に行くから、だから僕がしょっちゅう海外に行くから、それもだから許せる人じゃないとダメですよね。世界中毎月毎月行くからすいません。だからそれでも OK な人。それでね、フィリピンでね、日本のね、有名な、いやもう誰か言わないけど、誰かは当然言いませんがあ、すいません、ドッグショーの世界では、もう日本のドッグショーの世界ではみんな知ってる人ですよ。でその人がね、フィリピンに行くのが楽しみで楽しみで、もう自殺するぐらい楽しみだって言ってるから、ほらオーナーハンドラーのこの女性の犬が一番でしたよ。なんでだろうと思ってね、フィリピンに僕も行った時に見たらね、街は汚いしね、もう全然こんなとこに行きたいなんて、なんで来たいのか分かんないと思ってたんですけど、だから女だと思って、女が目的なんだと思ったんですよ。それしかないと思って、街はすげえクソ汚いんだから。だからちょっと待って、次のカテゴリーになった。ここがメイン、ここ終わったらちょっともう僕は行きますよ。これオープンドッグ、もうメインですよ。ここが一番メイン、ここが一番メインですよ。一番重要なところ、もうここで、ここで、ここで一番になった犬がほぼ BOB、 これで一番の犬がほぼ BOB ですよ。あれキャサリン出てないな。なんか喉がおかしいわ。あれ、あの人日本人かな。日本人の方が出てらっしゃるんだったら日本の犬を応援しよう。ちょっと待って、日本の方、この方は日本人の方なのかな。日本の方が出てらっしゃるんだったら日本人を応援しましょう、みんなで。ちょっと待って、ちょっと待って、ね288はちょっと目が見えない。何の話だっけ。そう、それで女だと思って、目的が、だからよし女を買いに行こうとか言って行ったわけですよ。夜の街に一番有名な、なんか LA カフェっていうのがありますよ。なんかカフェバーなんですけど、そこで女性をナンパして、そこでなんか近くのホテルに行くらしいですよ。それをネットで調べて僕もやったんですよ。したらね、もうそのナンパした時点で一緒にお酒飲みながら、お酒で、僕はコカ・コーラゼロ飲んでたんですけど、酒やめてるから、それでこう2人で話してて、もうこれもう絶対無理だと思って、もう明確にこれもう愛してる女性じゃないともう絶対できないってその時思ったんですよ。だからそのー女性にも手を出さずに20年間彼女いなくてということを言いたいわけですよ。20年間も彼女いなくてすごいかわいそうでしょ、すごい。だから早くさっさと誰か結婚してもらえないですかね。これマジでこの動画この動画絶対日本人の人に紹介しないようにしとこう、誰にも。でパピオンの人たちにも絶対見せないようにして、こっそりアップしとこう。ファーレンが2頭も出てる、ほら。
もうちょっと見えない、このちょっとこの人のお尻で見えない。これとこれとね、もう一度向こうにいますよ。今この花柄のスカートの女性の向こう側、座れ、少し少し少し、これこれこれ、なんでこんなにファーレンがいるんだろうか。うわ、やっぱこのカテゴリーはすごいいっぱいいるわ。いいのが多いですね、このカテゴリーは。さすがに、足がしびれてきた。足がしびれてきた。わ、このカテゴリーがいいわ、やっぱり。さすが、さすがにいいわ。背中が痛い、背中。ああ、もう多分、でももうおじいさんだから無理かもしれないな。おじいさんだから、おじいさんだから結婚できないかもしれない。完全にもう芝刈りに行かなきゃいけないから、僕は。さっきあの男性ファーレン連れてましたね。またファーレン連れて、これ日本人の、この女性日本人かな。数が多いから2つに分かれてやってますね。でもね、その僕がやっぱりね、だからその海外に住むことがね、もう一番いいんですよ。アメリカかヨーロッパに僕が住んで、犬を預かって日本に送る、もうそれが一番安心してみんなが犬を輸入できる方法なんですよ。だって僕が預かってるんだから、日本語が通じるんだから、そしてきちんきちんとやるんだから。仮になんかね、手違いとかなんか忘れてたとかいうことが、もう僕は忘れませんが、僕は忘れませんが、もし仮にですよ、万が一、万が一っていうのは1万回のうちに1回だけっていうことですよ。万が一もし忘れていたとしても、すぐ電話で済むでしょ。ちょっと忘れてるわよって言うと、ああすいませんって言ってすぐやりますってできるでしょ。海外のやつらってね、おい忘れてるよって言ったら、忘れてるよって言ったって、ふーん、あー忘れてたって。4ヶ月忘れて、4ヶ月絹ごし豆腐の脳なんですから、こいつら全員。全員じゃないけど、すいません、全員ではないけど、もうそうだから。そしてそのね、遅れてることに対してね、あんまりね悪いとも思わないんですよ。こいつらものすごい出会いはなんですから、全部が、何もかもが出会いは。いつも思う、あれこれドイツのあの子じゃん、あの子じゃん、あの子じゃん、失礼しました、若い女の子みたいに言ったりした、あの人じゃん、この人ドイツ人ハンドラーなんだっけ、この人の名前、喋ったことないけど知ってる、なんだっけな、この人、この人なんだっけ。この犬いいな、この犬すげえいいじゃん、この犬すげえいいじゃん、わあ、この犬めちゃくちゃいいですよ、これやばいな。Excuse me, which number? Oh my god, oh nice dog 18441
これだ。Fashion first singer. Oh my goodness. この辺すげえいいわ。Very nice dog. Yeah. I have his half brother. You're not here? I have the half brother at home. Really? Yes, from same mother. Same mother. From where? Switzerland? No, he's from Russia. Russia? Oh, wow. But not his line. Oh, really? The line is totally Scandinavian. Oh, really? Okay. So it's Brett and Russia. Yes. Oh, my goodness. Just the first name, but the rest is not. Oh my goodness, so nice dog. Such a pretty. Yes, such a pretty. Interesting. Where is he from? I have him, but he's in Germany. Oh, okay. Oh my goodness, wow. It'll be very interesting. I have no clue what she would do. No. やばい、バッテリーが切れました今。バッテリーが切れた、終わってしまった。こっちで撮らなきゃいけなくなった。わお。 This dog is very nice. He thinks it's too boring. No entertainment here. Not Switzerland dogs, not Switzerland borderline, and Silenzio or something? Yes, it is behind. I can show you. Okay. すいません、失礼しました。こいつがとか言ってる。この人がじゃなかった。この犬が選ばれるでしょう。かなりいいですよ。びっくりした今。なんていう素晴らしい犬なんだろうかと思いましたね今。びっくりしたマジで。でびっくりしているうちにバッテリーが切れてしまってね、新しいビデオカメラ買ったんですよ。そしたら This is his pedigree. This is his pedigree. Thank you very much. I can check after. Yes, and I think behind this we have Silenzio. Silenzio. Behind Silenzio. Yeah, there are some behind, like further away. Now. シレンジオの犬とかも入ってますね。ここに見てください。シレンジオの血統とかもやっぱ入ってます。ロシアの犬だそうです。でもあの犬はドイツから来てるって言ってましたね。 Thank you very much. No この三人姉妹のブロンドの女性たちが、三人姉妹かどうかなんだけど教えてくれました。いや、あの犬すごいわ。
いや、あの犬が絶対選ばれると思う。すごいいいわ。あれドイツ人のあのハンドラー、ドイツ人の女性ですよね。名前なんだっけな。僕はね直接喋ったことないんですよ。だからあの名前しか知らないんですけど、日本のショーにもあの人来てましたよね確かね。あれこれ日本人の方かな。さっきから言ってるんですけど、もし日本人の方だったらこの人をちょっと応援したいですよね。ちょっとねこれ今もうバッテリーが切れてしまって、でその何ですか、だからビデオカメラ買ったんですよ新しいやつを。そしたらねすぐバッテリーが切れるから、でだから予備のバッテリー持ってきてないんですよ。これ日本人かなこの方。おお、走っていった。日本人だったら応援したいな。それでバッテリーがねすぐなくなるんですよ。もう参ったなこれ。手ブレ補正がついてないとね、この例えばね、例えばじゃなくてこの今これ今スマートフォンで撮ってるんですけど、今動画をこれ手ブレ補正がついてないからガタ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 画面が揺れるんですよ。だから手ブレ補正がついてないと困るから、手ブレ補正がついてるやつを買ったんですよ。そしたらね、何もうすぐバッテリーがあのねなくなるんですよ。これ見て、このファーレンほら。この男性さっきもファーレン引いてましたよ。同じブリーダーの犬を引いているプロのハンドラーか、あるいは自分のところでファーレンばっかり繁殖してんのか。ファーレンばっかり繁殖するってことはないでしょうね。ファーレンが多いだけかもしれない。絶対あの犬が勝つよ。この犬絶対あの犬が勝つ。もう絶対に勝つ。もう 100% 勝つ。これあの犬がもし勝たなかったら何が行われているんですかね。あの犬がもし勝たなかったらもうマジでなんかこのジャッジおかしい。このジャッジの女性、目が38個ぐらいある。多分目が38個ぐらいあって、なんかもう30、80に見ている。目が20に見えてるって言うんじゃないですか。30、80に目が見えていて、もうなんかわかんないですよ。もうボヤボヤボヤーっとして。極度の乱視みたいな。だから見えてないんですよ。目が見えてない人。もう本当に、だから、さっさと早く僕が海外に住んだ方がいいんですよ。マジで誰か犬好きの女性、誰か僕と結婚してくれないんですかね。本当にもう誰でもいい、誰でもいい、これがね誰でもいいってわけじゃいけないんですよね。そのだから誰でもいいんだったら、そのこの間フィリピンに行った時に、そのだから LA カフェでその出会った女の子とエッチなことできたはずだから、できないんですよ。もうできないってことが分かったもん。だから途中でごめん俺ちょっと無理だって言って、ごめん俺帰るって言って帰りましたもん、その時。だから誰でもいいっていうことができないから、ちょっとねそこが問題なんですよね。もう誰でもいいんだったら本当もうとっくに結婚してますもんね。僕55歳ですからね。でも55歳だから、55歳で初めて結婚するとか大丈夫なんだろうか。あと20年間も彼女にないから、なんかもう女性との接し方をもう忘れてしまったんですよね。どうやって女性に接していいか分かんないんですよ。本当に
ただね、やっぱね、僕がね、アメリカかヨーロッパに住まないと、これはね、もう日本の犬の世界のもう大きなね、トラブルのね、あの解決にならないんですよ。だから日本の犬の世界の人たちのためにも僕が海外に住むべきなんですよ。そうするとみんながスムーズに犬を輸入できるわけですから、海外から。これ日本の方かな、この人。日本の方だったらすごい応援したいんだけど。だから僕が海外に住むべきなんですよ、さっさと。それが日本の犬の世界をのためであって、何、日本の犬の世界の人々のためなんですよ、それが。間違いなく。だって海外から犬を輸入するときにスムーズに犬がじゃんじゃん日本に輸入することができるようになるわけですから。絶対僕が海外に住むべきなんですよ。しかしそのためには、僕はだって世界中に行きますから、別にヨーロッパに住もうとアメリカに住もうと世界中に行かなきゃいけないから、僕一人じゃ犬を面倒見れないわけですよ。僕がいるときはね、自宅にいるときは僕ももちろん当然のことながら犬の面倒を見ますけど、僕が海外に行ってるときに犬の面倒を見てくれる人がいないといけないわけですよ。だから一人じゃいけないわけですよ。だから結婚しないとダメなんですよ、絶対に。でも結婚するって言ってもね、簡単ではないんですよね。誰でもいいわけじゃないから、そこが難しい。それプラス僕がそのほら、世界各地に行って、それでその奥さんがそれでいいってだから思うのかも問題なんですよね。なんで自分ばっかりそんな世界中飛び回ってんのみたいなね、ことになると、私も行きたいわってなると、じゃあ誰が犬の面倒見るのってなるから、そこで宇宙人に食べられますの仕組みが必要になってくるわけですよ。宇宙人に食べられるシステムを利用して、たくさんの女性と一緒に僕は暮らせば大丈夫なわけですよ。もう絶対これ、この犬が絶対勝つ 100%。 もうこの犬が絶対勝つ、この犬が絶対勝つ、この犬が絶対勝つ、もうこの犬が絶対勝つ。あのドイツのあの女性、名前なんだっけな、もう1800回ぐらい聞いてるのに忘れた。あの人名前なんだっけな、ドイツ人のあのハンドラー女性。日本にもね結構来るんですよね、この人。名前なんだっけな、あっていうかここに出てるじゃん絶対。ちょっと待って、何言ってんだ俺は。出てない、ハンドラーの名前が出てない。ちょっと待って、あ、違う、あ、出てる、ちょっと待って、ちょっと待って、18448、18、
18448それだ。ちょっと待って、ちょっと待って、わからん。ちょっと待って、わかんない。ちょっと待って。くそー。18448。ちょっとね、あれ？もう全然わかんない。ミッドナイトムーンしかわかんない。ミッドナイトムーン、なんていう名前なんだろう。ミッドナイトムーンがいいわ。そのなんかもうミッドナイトのムーンがそのまんまのこと言ってるけど、なんかもう真夜中の月みたいな。これマジでこの動画絶対日本の人たちに誰もわからないようにして出しとかないとちょっと恥ずかしいわ。だから日本語がわからない人っていうか、もうパピヨンの動画撮ったって誰にも言わないでおこう。こっそりこっそり静かな感じで出しとこう。マジでミッドナイトムーンしか分かんなかった。これね、撮りながらだとね、急いでほらなんか急いでこっちなんていうの、そのほら急いでちゃんと撮らなきゃいけないとか言って、そっちの字の方に集中できないんですよ。だって犬の名前とオーナーの名前ぐらいしか書いてなかったですもんね。ハンドラの名前書いてなかったな。なんだっけ名前あの人。もうジェーン・エヴァンスしか思い出せない。もう朝から連絡するからと思う。ジェーン・エヴァンスが朝から連絡してきてカタログ送ってとか言って、だからこのカタログはジェーン・エヴァンスに送りますよ。このカタログジェーン・エヴァンスに送るけど、ちょっともうなめ、なんだっけあのドイツ人のハンドラー、もう聞いたらあーって言うんだけど、今絶対自分の自力では全く思い出せない。でもあのドイツ人の女性が弾いてる犬がもうなんていうかもうスーパー一番いいわマジで。あもう絶対あれがナンバーワン 100%。 あれあの犬もいいな。あの犬もいい。ちょっと待ってあの犬もいいわ。ちょっと待ってあの犬もいい。あのピンクのジャケットとその次のピンクのスーツの人、ちょっと、これ、この2頭もいいですよ、この2頭、この前じゃなくてね、2番目と3番目、これ。あの前から2番目と3番目それとこれもいい。
いやー、でもあのドイツ人のあの犬がいた。うん、選ばれたな。うん、いや、やっぱ選ばれたな、やっぱ選ばれた。いや、絶対この犬がいいから、絶対この犬がいい。ちょっとマジでペキニーズ行かなきゃいけないんですけど、っていうかもうバッテリーがないからもう取れないですね、僕ペキニーズ。やばい。そうそう、あの一番前の犬もいいんですよね、あのピンクのジャケットの犬。ピンクのジャケットの犬って、ピンクのジャケットのハンドラーの犬、あれもいいですよ。もうここで選ばれた犬が BOB になる可能性すごい高いですよ。もちろんメスもいるから 100% じゃないけど、可能性が高い。別にオスの方が有利というわけじゃないですからね。メスがいい犬がいれば絶対メスでも当然のことながら選ばれますからね。ただオスの方がちょっと見栄えがいいというだけであって、別にオスの方が有利だっていうわけ、オスの方がちょっと有利なのかな。ちょっと見栄えがいいですからね、オスの方がね。なんか体も大きいし、毛量も多い。毛量は分かんないけど、なんかまあオスの方がちょっと見栄えがいいかな。まあその点ではちょっと有利かもしれないですね、オスの方がね。だけどメスにもいい犬がいたら、ちゃんとメスもちろん当然ですが勝ちますよ。うわー、この犬がいいと思うけどな。ちょっと見えない見えない。決まる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 。マイガーシュ、ちょっともったいつけるな、マジで。
もったいつけないで、まあまあ、ジャッジも分かってるんですよね。ここで選ばれた方がもう BOB だって分かってるんですよ。ここで選ばれた犬がもう BOB だ、絶対ここにいてくれ。もう 100% の犬がいるから、マジで見てくれ。もう 100% の犬がいるから、それか一番前か、一番前か一番後ろか。うーわー、一番前か一番後ろか、どっちかだって、絶対っていうか一番後ろでしょ。ちょっとなまってる、すいません、僕はなまってます、すっごいなまってるから。絶対一番後ろでしょ。Which one is the best? Nani, 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 nani. Uso de shou.That is the best? Yes.Really? Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Unbelievable! Oh my gosh!何やってんだよ、あのジャッジ。アホか。なんだその犬。もう行こう。